あ、おはようございます。スタバカです。今日はですね、今羽田空港に来ております。今からなんですけれども、宮古空港の方に行きたいなと思います。沖縄県宮古空港ですね。その便なんですけれども、6時55分発の宮古行き JAL931 便で、宮古空港の方に向かいたいなと思います。一応今普通席予約してますので、アップグレード確か空いてたと思いますので、そのアップグレード成功してから搭乗したいなと思います。それではチェックインしていきたいなと思います。今回ね、日本トランスオーシャン航空 JTA 運航便なんですけれども、まだね、737のクラス J の最新シートに僕当たっていませんので、それJTA であるかどうかは分からないんですけども、当たれば嬉しいなという淡い期待を込めて、乗ってみたいなと思います。では行ってきます。はい、ではね、ターミナルの中に入ってきました。まだ早朝なので人は全然少ないんですけれども、ちょっとびっくりしたのがここ変わってますね。前まで長い椅子があったかなと思うんですけど、ソファーが変わってます。これはちょっとびっくりだ。前までこんなんだったと思うんですけどね。9時55分発宮古空港行きですね。JL931 便、これに乗っていきたいなと思います。はい、ではね、ラウンジの方を出まして、今からね、8番ゲート搭乗できたので、8番ゲートの方に向かいたいなと思います。今では出発ちょうど25分ぐらい前ですかね。では、行きます。お手をお出しにならないようお願いいたします。これは多分なんかニュースで見たやつですね。自動運転モビリティサービス。無料でご乗車いただけると書いてあるんですけど、どなたでも確か使えるはずなんですね。まだ準備中って書いてあるんですけども、試験的にね、これから ANA と JAL どちらのね、ターミナルでもやるというふうに書いてました。荷物置くところもあるんだ、しっかり。すごいな、これ。ボーイング737-800 です。
はい、ではね、宮古空港到着いたしました。とても快適なフライトでしたね。今日はね、宮古島すごい蒸し暑くてジメジメとしております。気温もね、30度超えてるというところで、まあ沖縄らしさって言いますか、沖縄のね感じですよね。ちょっとね、カラカラっとした暑さじゃなくてジメジメさもあるっていうのが沖縄らしいかなと思います。結構今日はね、平日だったんですけども、観光客の方も多くて、それなりにね、機内は混雑しておりました。はい、それではこの辺でこの動画は終わりたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。またね、宮古島観光に行きたいと思いますので、また観光の際には、動画楽しんでいただければ嬉しいです。それでは、失礼します。